岩渕友さん。はい、日本共産党の岩渕友です。3月16日の深夜に発生をした福島県沖を震源とする最大震度6強の地震から、間もなく3週間になります。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故、2019年の台風19号、昨年2月の福島県沖地震に加えて、今回の地震ということで、ほぼ同じ場所が度重なる災害によって被害を受けています。で、私も3月17日と19日に福島県に入りました。で、資料にその時の写真を示しているのでご覧ください。で、福島、宮城をはじめ、被害は広範囲に及んでいて、心が折れそうという声が上がっています。で、住宅の被害はいまだ把握をしきれていないという状況で、日に日に被害棟数が増えている状況です。で、学校や公共施設、事業所などへの被害、道路や橋、港などの被害も大きくて、復旧が急がれております。で、東北新幹線、阿武隈急行といった交通機関への被害によって大きな影響も出ています。で、二之湯大臣もですね、発災直後に福島県入りをして、先日は我が党の申し入れも受けていただきました。で、被害の実態が少しずつ明らかになり始めてますけれども、昨年の地震よりも被害が大きいのではないかという声も出ています。で、度重なる災害だということを考えても、昨年並みの支援は当然であって、さらに手厚い支援が必要だと思いますけれども、大臣の認識を伺います。二之湯智内閣府特命担当大臣。この度の地震でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げますとともにですね、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。私も16日に発災して、その後19日にですね、福島県を訪問いたしまして、知事、そして立谷相馬市長との面談いたしました。まずはこの百聞は一見にしかずと申しますか、現地に入らなきゃ被害の実態がわからないと、こういうことでございました。やっぱり行き先だけでですね、今委員が資料としてお見せいただきましたような、そういう被災された家々が並んでおりましてですね、そういう地震の大きさを改めて知ったわけでございます。そして、地元ではですね、11年前の東日本震災、そして台風、そして昨年の地震、またコロナ禍ということでですね、もう本当に生活が大変な上に、今度また地震ということでですね、本当に地元の方はですね、心が折れそうだと、こういう気持ちになっておられるわけでございますから、政府としてもですね、できる限りのことをしなければならないと、そういう思いを持つわけでございます。当然、知事も、そして相馬市長もですね、政府としてできるということをしてほしいと、こういう支援策を訴えられました。で、現在まだ事務的にですね、詰めたところもあるわけでございますけれども、この今週中にはですね、支援策を取りまとめたいと、このように思っておりましてですね、昨年並みといいますか、昨年以上といいますか、できる限りですね、一生懸命地元の意見に、の気持ちに寄り添った支援策を考えたいと、このように思っております。岩渕友さん。はい、繰り返す災害で、住家など建物に累積疲労が起きているんじゃないかという指摘もあります。で、この住家被害の全容、いまだ明らかになってないんですけれども、被害認定を進めて実態を丁寧に調査をするために、調査だとか判定のための人員が必要だということで、すでに支援は行われているんですけれども、自治体が求めれば応援職員の派遣は可能だということでいいかということを確認したいと思います。総務省自治行政局公務員部長、山越伸子さん。お答えいたします。総務省では大規模災害発生後に他の自治体から短期で応援職員を派遣する仕組みといたしまして、全国自治会等と連携をし、平成30年3月に応急対策職員派遣制度を構築いたしました。
3月16日の福島県沖を震源とする地震については、その発生以来、総務省では応援職員の派遣について、福島県などの被災県と連絡を取ってきたところでございます。そのような中、3月21日に福島県から、重火被害認定調査に関する応援派遣の要請があったことを受けまして、翌22日に福島県相馬市には山形県から、新地町には新潟県からの応援派遣を決定し、順次支援を実施しているところでございます。また総務省職員も県庁及び相馬市新地町に参りまして、被災状況や応援職員の作業状況を把握するとともに、被災自治体の市長、町長さんや職員からも直接お話を伺うなど、ニーズを丁寧に把握しているところでございます。今後も福島県や被災自治体と連絡を密に行い、さらなる応援派遣が求められた場合には、応援職員の派遣の調整を速やかに行うなど、被災自治体のニーズに対応してまいりたいと思います。岩渕智さん、はい、自宅が住めない状態になってしまったんだけれども、家がぺちゃんこに潰れないと全壊にはならないというふうに言われたという例もあって、被害に見合った判定になってないという話も寄せられています。で、この被害に見合った丁寧な調査、求めておきたいと思います。で、重火被害の9割以上が一部損壊だと言われていて、で、独自の支援を決めた自治体もあるんですけれども、修理費用の負担で再建を断念することがないように柔軟な対応を求めておきます。で、この住宅に大きな被害があった方が、解体についてですね、自治体に問い合わせをしたところ、昨年の地震の解体作業が終わっていないから、今回の解体はいつになるかわからないというふうに言われたと、こういうふうに言っておられます。で、全壊と判定をされれば、自分で業者に依頼をして解体した場合でも、公費解体に、公費負担になるということでいいのかということを一つ確認したいのと、昨年の地震では、半壊までが公費解体の対象となりました。で、今回も同様の対応を行うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。保坂康環境大臣政務官。お答えさせていただきます。環境省では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条に基づき、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬及び処分に対して、災害等廃棄物処理事業費補助金による財政措置を行っております。被災家屋の解体への補助については、この財政措置の一環として、通常明らかになっている廃棄物と関連できる全壊家屋を対象としております。ご質問の所有者自身による解体の発注については、あらかじめ罹災証明などを取得した上で、その家屋の所有者自身が解体処理及び費用の支払いを市町村に代わって行う場合であり、かつ市町村が費用補償の手続きを整備すれば補助対象としております。2点目のご質問なんですけれども、半壊家屋についてのお問い合わせがございました。半壊家屋の解体については、特定非常災害、特定非常災害に指定された場合に限り、本補助金の支援対象としております。昨年発生した沖縄県沖地震については、特例的に半壊家屋の解体についてもご支援をさせていただきました。東日本大震災の被災地の方々がこれまで復興に大変な努力をされてきた中での、この令和元年、東日本台風の被害を受けましたので、そしてまたさらにはコロナ禍での中での地震に襲われたというところでの特例として、こちら、認定をさせていただきました。今回の地震による被害に対して、失礼しました。今回の地震による被害に対する支援策については、昨年並みの支援策を速やかに取りまとめる、都の総理のご指示を踏まえて、現在、政府部内で調整を行っているところであり、環境省としても引き続きしっかりと調整に取り組んでまいりたいと思っております。岩渕智さん、はい、昨年並み、それ以上ということであれば、半壊もぜひ検討いただきたいと思います。で、事業者の被害も深刻なんですね。で、福島県相馬市で旅館を営む方は、昨年の地震で壊れた内壁、修理やっと終わったばっかりだったのに、今度の地震でその直したばっかりの壁に亀裂入ったと。で、東日本大震災以降、修理にかかった費用が3000万円を超えると言っています。で、総理がですね、昨年の地震並みの支援だと。で、グループ補助金の適用についても言及をしています。で、これ、重要なことだと思っています。ところがですね、昨年の地震によって、グループ補助金適用されたわけですけれども、復旧事業が完了してないってことで、補助金を受け取ってないという方がいらっしゃいます。
で、その実態がどうなっているのか、でまた、復旧事業の途中で、まあ、さらに被害に遭われた方もいます。で、その場合に、今回の地震によるグループ補助金の取り扱い、どうなるのか教えてください。中小企業庁経営支援部長、佐々木圭介君。お答え申し上げます。宮城県や福島県等の中小・小規模事業者の皆様の中には、ご指摘のとおり、東日本大震災や新型コロナ、昨年の福島県沖地震に加えまして、今回の福島県沖地震で被災された方もおられまして、連続する災害によって非常に厳しい経営環境にあると承知をしてございます。委員ご指摘のグループ補助金でございますけれども、大規模な災害により被災した事業者がグループを形成して、被災施設等の復旧を行う際の費用を補助する制度でございまして、令和3年福島県沖地震の際にも措置をしてございます。そして昨年の福島県沖地震におけるグループ補助金の交付決定件数は、岩手県、宮城県、福島県の3県合計で695件となってございます。このうち復旧事業の途中で今回の被災に遭われ、復旧事業が完了しておらず補助金の交付を受けられていない事業者の方はおおむね4割程度と認識をしてございます。引き続きこの被災地に寄り添った支援策を検討するためにも、一日も早くこの実態の把握というところに取り組んでいく必要があるということでございます。それからこれもご指摘いただきましたとおり、この昨年の福島県沖地震におけるグループ補助金を活用した事業者の中には、今回の福島県沖地震によりまして復旧事業の途中で被害を受けた事業者もいらっしゃるというふうに認識をしてございます。経産省としては、発災翌日に中小企業支援策といたしまして、災害救助法が適用された宮城県及び福島県内の全市町村に対しまして、中小企業関係団体による特別相談窓口の開設や、災害復旧貸し付けの実施等々の措置を講じているところでございます。発災後には福島県知事や宮城県知事から経済産業省に対しまして、今回の地震による被害状況等のご要望をいただいたところでございます。経済産業省といたしましても現地の声に耳を傾けて、被害状況や復旧事業への影響を個別に確認した上でしっかりと被災地に寄り添った支援策を考えてまいりたいと存じます。岩渕友さん。はい、4分の1の自己負担分の借り入れ返済が、まあ、コロナ禍で重荷になっているというふうな声も上がってるんですね。でこうした実態から見て、グループ補助金の適用だけではなくて、例えば、まあ、自己負担分の軽減とか、事業再建に必要な直接支援を行うなど、まあ、もう一歩進んだ支援が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。吉川雄美経済産業大臣政務官。お答え申し上げます。委員のご指摘のとおり、福島県や宮城県の中小・小規模事業者の皆様の中には、東日本大震災、あるいは新型コロナ、そして昨年の福島県沖地震に加えまして、今回の福島県沖地震で被災された方も多数おられ、連続するこの災害により、大変厳しい経営環境にいらっしゃるということを承知いたしております。このような状況下を踏まえ、先ほど来ございますように、3月28日、総理より支援策の取りまとめをするよう指示があったところでございます。経済産業省といたしましても、被災地の現状をしっかりと見極めながら、この委員ご指摘のグループ補助金など、昨年並みの支援策、速やかに検討をしていく所存でございます。岩渕友さん。
さらにね、もう一歩進んだ支援もぜひ求めておきたいと思います。で、商工会議所にはですね、地震を機に廃業したいっていうような相談も寄せられてるっていうことで、そんなことがあってはならないと、やっぱり国の支援が必要だということを求めておきます。で、橋や交通機関の被害も非常に深刻なんですね。で、福島県と宮城県の月ノ木駅を結んでいる阿武隈急行、復旧、なかなかちょっと難しいということで、一応見通しは示されてはいるんですけれども、ここにも国の支援が必要だということを求めておきたいと思います。で、阿武隈川に架かる、伊達市伊達郡の3つの橋が地震で通行できなくなっているんですね。で、そのうち伊達市と国道4号線を結んでいる伊達橋が、1日の通行量が1万4000台以上ということで、すごく多くてですね。ところが、調査の結果、早期の復旧難しいということで、非常に影響が大きいということになってます。で、この一刻も早い復旧のために国の支援が必要だと思うんですけれども、この伊達橋と段崎橋についてはですね、国の直轄権限代行事業で、復旧する方向で検討に入ったというふうに報道されてます。で、この方向で迅速な復旧を行うべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。国土交通省道路局次長、佐々木章二郎君。お答えいたします。福島県が管理する国道399号の伊達橋については、3月16日に発生しました福島県沖を震源とする地震に伴い被災し、通行止めとなっており、被災地の市民生活や経済活動にご不便をおかけしている状況となっております。伊達橋の被災状況としては、橋桁が大きくずれているほか、橋桁を支える部材の多くが損傷しております。先般3月19日に国土交通大臣が視察した際に、福島県知事や伊達市長から早期復旧に向けた支援の要請をいただいております。さらに、4月1日にも福島県知事から、伊達橋の復旧を国の権限代行によって実施していただきたいとの強い要請をいただいており、国土交通省では伊達橋の迅速な復旧が可能となるようしっかり取り組んでまいります。岩渕智さん、はい、しっかり取り組んでいただきたいと思います。で、被災された方々や自治体の心が折れることがないように、手厚くて、迅速な支援を重ねて求めておきます。で、続いてですね、東京電力福島第一原発事故をめぐる問題について西銘復興大臣に聞きます。で、原発事故で避難を強いられた方々を対象に行われている医療・介護保険料等の減免措置について政府は見直し案を示しています。で、原発事故によって避難をしている方々の生活の実態、経済的な状況、健康状態について、これどうなっているかっていうと、新潟県の原発事故による生活と健康と生活への影響に関する検証委員会が昨年1月に行った報告によると、避難者は仕事や生きがいで、人間関係の喪失などの点で多くの犠牲を払っている。で、依然として生活再建や地域の再建について見通しを立てられず、不安を感じている人が少なくない、こういうふうになっているんですね。で、長期の避難による経済的な困窮や健康への影響大きくなっています。で、浪江町では2019年の所得が100万円以下の世帯が4割を超えていて、生活保護受給世帯が2015年の2世帯から2020年12月では82世帯ということで41倍に急増もしているんです。で、大臣にお聞きしますが、この医療・介護保険料等の減免措置、継続するべきではありませんか。西銘恒三郎復興大臣。これまで原発事故により設定された避難指示区域等に居住されていた方について、医療・介護保険等の保険料や窓口負担の減免措置を実施してきております。この措置につきましては、復興の基本方針において、被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行うこととされております。これを踏まえまして、被災者の方々の実態を把握している
関係自治体のご意見を丁寧にお伺いしてきたところであります。こうしたご意見を十分に踏まえまして、十分な経過措置の観点から、避難指示解除から10年程度で特例措置を終了すること、避難指示解除の時期にきめ細かく配慮し、対象の地域を4グループに分けて施行時期をずらすこと、急激な負担増とならないよう激変緩和措置を講じる観点から複数年かけて段階的に見直すことなどを内容とする見直し案を先般関係自治体に提示をし、改めてご意見をお伺いしたところであります。今回のこのご意見も踏まえて、厚生労働省とも連携し、最終的な見直し内容を決定していきたいと考えているところであります。岩渕智さん。はい、浪江町が3月に採択、浪江町議会が3月に採択をしたこの減免措置継続を求める意見書では、国は原発事故の加害者として被害者である浪江町民に対し医療費介護費の無料化を継続するための財政支援をすることが責務だというふうに厳しく指摘をしているんですね。私本当にその通りだというふうに思うんですよ。でこの減免措置の継続は当然必要だということを強く求めて質問を終わります。倉林。